はい、皆さんこんにちは、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今日はね、金曜日早く仕事が終わったので、ヨドバシカメラさんの方に行きました。目的はね、こちら、Google Pixel 8a。Google ストアで72,600円ですけども、ドコモさんは強気の84,000円台。ということで、実機の方をチェックしてきました。お色はね、この4種類があるみたいですね。まずはね、iPhone の値段をね、ちらっと見ていきますよ。iPhone のね、値段はね、まあ先々週とあんまり変わらず、1円もありけりというところで、まあレンタルプランにはなりますね。そしてドコモさんの方をつらっと見ると、Xperia の10 Mark 5、あとはね、Google Pixel 7a、1個前ですね。あと Google Pixel 8、こちらがね、キャンペーンみたいな形になっておりました。まあこの中ではね、Xperia の10 Mark 5が、58,000円ぐらいからね、強気のね、3万円ほど値引きということで、結構安いと思います。Galaxy はね、ちょっとね、高いかなというところですね。そして au さんコーナー行くと Pixel 8a、こちらはね、8万円台ということで、こちらはね、5,000円ぐらいかな、アップがね。で、Google の、Google じゃない、Galaxy の S24 Ultra もちょっと高いかなということですね。それではまずね、Pixel の 8a、ちょっと言いにくいですけども、ちょっと見ていきましょう。そしてね、まあさらっと触ってみたところで、まあね、ちょっと見た目から言うと、まあ私 6a 持ってるんですけども、まあ、角がね丸まってるのが非常にね変わってるんでいいなっていうことで、私のね YouTube の方ね再生していきたいと思いますということで検索かけてみました。結構ね発色も良くて、結構ね、なかなかいいなと思います。で、周りはね、こんな感じで、選択したね、まあ、色のデザインで覆われてるっていう感じですね。で、ブルー、ブラック、そして緑みたいなやつ、まあ、そんな感じなんですけども、このオフホワイトみたいなやつはですね、サイドがね、ちょっとね、シルバーがね、出てたんじゃないかなと、私の記憶ではなってますけど、どうでしょうか。見てみましょう。この辺ね、触ってみると、結構触り心地もね、いいですね。こんな感じでね、ブラックだとね、こうブラックで統一はされてるんですけども。で、裏面もこんな感じですね。非常に、プロにね、似てますよね。プロか8かな、その辺に持ってきました。こちらがね、この色がね、あったらね、この色買おうと思ってたんですけども。結構ね、似てますね。ただ、ここ、ガラスみたいになってるのが8で、まあ 8A はね、結構その、マットな感じですよね。なんでこんなテカテカした感じではないっていうところですね。ただ、カメラのね、出っ張りに関しては、こっちのね、8A の方が結構少ないので、その辺はね、引っ込んでてね、いいなと思いましたね。そしてここがね、性能比較なので、気になる方はね、ストップして見てみてください。CPU のセンサーとかが結構一緒ですよね。そして、こんな感じで、実際のね、色の名前はね、ちょっと違うんですけども、まぁ、ちょっと省略して、そんな感じで言ってます。そして気になるのはね、カメラ機能ではないでしょうか。写真とね、やっぱり動画をね、撮影するのが多いので、その辺をね、チェックしてみたいなってことで、写真の方をね、まあ、ちょろっと撮ってみましたけども、まあ、そんなにね、写真に関してはね、違いがないというか、そういう感じには見受けられましたね。ただ動画をね、撮ってみて、これどの辺ぐらいから良くなったのかわかんないんですけど、これ手ぶれ補正がね、効いてるみたいなんですけど、結構ね、手ぶれ補正効くと、結構いい感じになってましたね。後半でね、動画を映したやつはね、載しときたいと思います。ということで、また、お値段の方戻りまして、1円のね、端末がずらーっと並んでましたので、まあ、こんな感じが今1円ですよ、ということで、載せときます。そしてね、ちょっと珍しいなと思ったのがね、このね、ライツフォン3ですか。195,000円もするんですけども、これライツって、ライカですよね。ちょっと私これ、詳しくないんですけども、カメラで有名って言ったらライカですよね、これ。なんでライツっていうのかちょっとよくわかんないんで、知ってる人いたら教えてくださいってことで、
まあね、カメラに特化したモデルですよね。これソフトバンクさんから出てるのかな。そしてこちらが先ほど撮った、Pixel 8a の映像ですね。そんなにね、手ぶれもね、あんまり気にならない感じで動画映ってるんじゃないでしょうか。まあね、Pixel 8a 今購入検討してますので、実際ね、購入したらもっとね、詳細レビューの方をしてみたいと思います。まあ今回はね、ファーストインプレッション的な感じで、まあ、触れる実機があったんでね、とりあえず触ってみようということですね。こちらがね、今 Google ストアで2万円のクレジットが無料でつくっていうところですよね。そしてこちらね、安売りになってました Xperia 10の Mark 5ですね。5万8000するやつ。これね、結構触ったらね、サクサク動きますし、ワイドがね、結構細くて持ちやすいので、結構これいいんじゃないですか？私が持ってるのが Xperia の5の方だったかな？10 Mark 5。一緒のやつだったかな？ちょっとわかんなくなっちゃいましたけども。そしてこれ見てください。ガラケースマホを発見しちゃいました。29,800円。これ YouTube もね、画面タッチで見れるんですよね。これワインモバイルさんのところにね、ありました。まあ、デザインもね、金色で結構、なんていうか男性の方が好きそうな形で、俺はね、ガラケーが好きなんだっていう方はね、これをね、購入するっていうのもありなのかもしれません。お値段の方は 29,800円ですね。そしてこちらはね、ノッシングフォンのね、2A ということで、ノッシングフォンの2世代目かな、49,800円ということで、まあ、これもね、デザイン的にはね、結構かっこいいですよね。まあ、iPhone から乗り換えたいよっていう方はね、いいかもしれません。そしてこちらが色違いのブラックか。なんか刺さりにくい感じになってましたね。あとはね、気になったのは HTC のスマホですね。これね、何年前だったかな、結構10年前ぐらいにね、一回 au さんの方から出てて、その時は結構ね、 HTC さんのスマホ多かったんですけどもね、台湾でしたよね、これ確か。かなり久しぶりに見ました。最近はね、あんまり押してないのかなということで、こちらがライツフォンか。こんな感じですね。後ろに超大型カメラがあるという感じですね。結構しっとりしてますね。動き的にはまあ普通のスマホって感じですね。やっぱり売りはカメラなんでしょうからね。ただね、こう見た感じだけではね、カメラがすごいいいかってやっぱ分かりにくいですね。これ店頭だけではちょっと厳しいのかもしれません。ということでね、Google ストアの方ちょっと寄ったら、このエコバッグの方いただきました。それでは次回動画でお会いしましょう。またね。